さて、それでは今回は、ハンターハンターアリーナバトル、ランクマッチやっていきたいと思います。前回ちょっとユニークボードマッチあったんですけども、多分、キメラアントデッキではないんだと思うんです。ブーストがかかってないのかなと、あまり内容よく分かってないんですけども。一つ星ハンター、多分、おそらく、多分、一つ星ハンターのなんか星3つぐらいまでは行ったのかなと思います。これ以上は行ってなかったと思うんですけども、まあ順番に、上がっていけるようにね、頑張りたいと思います。で、デッキとしては、衛星火薬デッキですね。このユピー、モントとユピーを発動させたいという気持ちを持ちつつですね、キャラカードが7枚以上あれば、相手の捨て場にキャラカードが7枚以上ですね。キャラを7枚潰すと、特殊ダメージプラス25が発動するよというところ。それからもう一つ、こちら、ひっくり返された時に相手に特殊ダメージ40を与えるということで、この駒をひっくり返せないんです、相手の方がね。だからこれでうまく序盤流れを変えれたらなというところですかね。あとはそんなに強いカードはないのかなと思います。もうとことん火薬に頼るようなやり方になってくるかなと。このあたりをね、シャワープフとかを出すと、ランダムに相手のキャラカードを1枚捨てるとか、それからこれもそうかな、森の長を出すとですね、キャラカード1枚を空にするというようなことができるので、このあたりを使って気持ちはね、やれたらいいなと思ってます。なかなか思い通りにいかないんですけどね。さあ、なんとかマッチングしたようですが、どうでしょう。同じようなランクの帯の人がいてくれるかどうかですね。他のゲームで、マッチングやると、めちゃめちゃ格上しか残ってないとかいうこともあったので、ちょっとこの辺りどうなるか、なかなか読み込みが重いですね。ああ、2つ上かな。1つ星ハンター。し星ばが3しつおついて待まちす。を。壊さないように気をつけなくちゃ。余談かな。余談っぽいな。とことん付き合ってもらうぜ。このままでいきましょう。え？違う、これは。キルアの、何やったっけ？新デッキか。ツボネ、あ、見た、見たかった。まだ見てないんですよね、新デッキどうなってんのか。手札に加える。え、もう一始まってる。なんかフリーズしてるかな。開いてた。のおじさんもいてんねや、門番の。ゾルディック家か。やっと出てきた。何やったかなと思いながら。さあ、どうしようかな。壺ね、潰した方が良かったのかな。ベルゼブブ初手でここ置いたらダメなんですよね。本当は1回でも生き残らないと意味がないんですけど。初めてやな、この対戦。ゼブロさん。ゾルディック家の GP が8、5以上の場合8のダメージ。序盤だとそんなに関係ないかな。え、こっち？あ、すごい。SS とか？え？食らうなー。重っ。これだって SS でしょ？こんな序盤でコスト、あ、いけるわ、うちも。どうしようかな。ここ考えたいですけどね。まあまあ。やっぱり2つ王手かけといて。
角も取れるしね、これうまくいけば。ゼブロさんか。さあどうしようかな。いまいちここのネベルピトーが、あ、ターン中に4ターンの間回復し続けるのか。あ、アタック10以上のキャラが相手の手番にないといけない。わ、すごい。え、何それ、持ってんなあ、いろいろ。12、何これ、え、知らないスキルが発動していく、勉強しなければいけない。10以上いますよね、だから。ドクター・ブライス、うわ、すごいぐちゃぐちゃになってるけど、一旦ここ。もうでも一時品ですよ。79対44ですよ HP。 そうやな、逆転するならユピーやけど、そんな踏んでくれへんやろし、ステバーも全然ないやん。ユピーをどっかに、例えばこことかにユピー置いてしまってもいいですよね。え？何あれ？慣れさせて命令すると死ぬまで頑張ってくれるんだよ。っていうか頑張りすぎて死ぬんだよ。何これ、演出が18。何これ、などんだけコンボ食らった。うわ、なんか私の身に一体何が。終わったってことなんやろな。きっとね。どうしましょう。いやーこれすごいなー、全然わかんないですね、どこ置いても一緒かな。もうるせえ小林は、いやこんなに叩き落とさねえとな。ごめんね、こんなにしっかりやられると思ってなかったな。ちょっと回復しましたけどね、このターンだけでも生きれたら生きたいな。ちなみにハギャはどんな、自分の GP1 以下のキャラカードを1枚選択してからのカードに発動、特殊ダメージを10、盤面にある GP、 あーでもこの辺がシャワープフとかがあるからいけるんかな。兆候になった、なんでやろう、いけるんかな、まだ生き残れるんだろうか、それとも、お、ギリギリ生きた。逆転の手はないですけど、ギリギリ生きましたね。あ、なんか出た。この辺でも撃ってみるか。ちょっとぐらい爪痕残せるかな。結構いったんじゃないですか。まあ、6しか残ってないけど。まあまあ、でも、まあまあね、粘った方。何これ。いやいや、ありがとうございました。対戦ありがとうと。なんか、思いっきり、もう、思いっきり押された感じはなかったけど、最後のカード何やったんかな。最後に出たカードは、英才教育キルア。盤面にある相手のキャラカードをかける1の特殊ダメージを与えるということで、攻撃力4でしたね。7まで上がるのか。いやー、これにやられたんか、とどめ。その手前でなんか出てましたよね。これかな？これか、イルミ。アクションカード使用後に使うと発動。このターンひっくり返したカードの枚数分自分のカラーカードをランダムに針人間レベル4にすると。で、針人間さんはどんな方なんですか？
あ、でも特殊ダメージもそんな高くないですね。自分のターン終了時、相手に特殊ダメージ4を与える。このカードがひっくり返された時、相手の HP を3回復する。え、そうなんや。じゃあいっぱいひっくり返したら回復できたんや。で、生きてれば、相手に特殊ダメージ3を与える。生きてれば、それだけで地雷というか、こちらの体力が、うわ、よくできてる。ちなみにイルミは、あ、こっちはまあしっかりできてるな。なるほど。まあ、ちょっとこれからしっかりと組み上げていきたいと思います。ゾルディック系対策とかもあるんかな？あんまり、なんか、すごい凄まじい火力を感じたわけではなかったんですけどね。順番にまた見ていきたいなと思います。ゾルディック系いいですね。ということで、今回は、また負けました。次回こそ、スムーズにね、勝っていって、火薬とかを出していきたいなと思います。ぜひぜひもしよかったらまた見に来てください。ではご視聴ありがとうございました。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいものを。